もこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプ最新話1081話のネタバレがありますので、アニメ派コミックの方々お気をつけください。昨日、一昨日ですね、1081話の全体の考察感想だとか、あと火の傷の男についてですね、この動画で撮ってますので、ぜひよかったらそっちも見てください。はい、この動画で話すことはクザについてです。いやー、触れるのがきつい、しんどいっすね。ちょっともう今週のタイトルの時点で結構しんどかったわけなんですが、ちょっとやはりね、クザについては一本取っておきたいと思いましたので、ぜひね、最後まで見てってください。では今日話すこととしましては、二つですね、大きく話したいと思います。まずはクザの目的ですね。何をもって黒ひげ海賊団に加担しているのか、それについてまず話すのと、で、二つ目がクザンの強さですね。実質どのくらい強いんだっていう話をしたいと思います。もう黒ひげ海賊団でナンバー2か3、そのぐらいにつけてるんじゃないかなって話をしますね。はい、このチャンネルでは毎週ワンピース最新話の話してます。ぜひ一緒に盛り上がっていければ嬉しいです。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。そんじゃ行きましょい。さあ、今週のタイトルしんどかったですね。黒ひげ海賊団10番戦船長クザ、なかなかタイトルを見た段階でもう読み進めるのきちいんだろうなと思った回でしたよね。案の定きちかった。なんならプラスでローのハートの海賊団もきついもんだから、もうきついきつい。今週も結構メンタルにズンとね、響くものがいっぱいありましたよね。クザ、お前何考えてんだよなあ。何らかしらの考えがあって黒ひげのとこいるんだろうけど、今週の読んだ感じ結構きついぜ。今週黒ひげ海賊団に加担していて、かつ黒ひげ海賊団の10番船の船長であるってことが明らかになり、かつ海軍のひばりにまで手を挙げ、恩人である恩師であるガープと戦闘になるという描写が描かれましたね。かつ黒ひげ海賊団との出会い、なぜ黒ひげに加担しているのか、黒ひげ海賊団の船長をなぜやっているのか、そのあたりっていうのも過去回想で描かれましたね。その時にしれっとね、クザンティオペペ飲んでるんですよね。ちょっとこの描写も熱かったですね。クザンの好物っていうのはティオペペなんですよね。シェリーシュティオペペ、酪農牛乳コーヒー、クザンオリジナルブレンド、これがねクザンの好物なんですが、このシェリーシュティオペペに関してはモデルである松田優作さんのね好物でもあるんですよね。でプラスで映画のフィルム Z でもゼファーにね渡したりだとか、このシェリーシュティオペペっていうのがクザンにとって重要なねアイテムであることは今までね情報ではあった中で、今週本編でそれが描かれましたね。なんだかそういったねクザン情報、細かいんですがね、熱い部分もあったりだとかねしたんですけれども、クザンさん黒ひげに加担しておりまして、黒ひげ海賊団の黒ひげに勧誘されていたことも明らかになりました。お前俺の船に乗らねえかという誘いに対して、最初はアホ言えと拒否したんですけれども、その後のティーチのセリフ、海賊を勘違いしてねえか、俺たちは何も仲良し軍団じゃねえ、海賊っていうのは利害が一致してりゃいいのさ、自由だよなお前、何をしたい、このセリフを受けて黒ひげ海賊団に加入することを決めたわけですよね。じゃあクザ、分かった、もう黒ひげ海賊団に加担してるのはもう分かった、もう散々もう思い知らされました。我々はもちろんクザンはね、クザンなりの目的があって、それを遂行するために黒ひげ海賊団に加担してるんだろうと、それはやっぱ我々の中ではね一つ信じてる部分あるじゃないですか。パンクハザードでスモーカーに言った、俺は俺よスモーカー、あのセリフですよね。スモーカーとの会話で、あんた一体何者なんだと聞かれた後に、俺は俺だと、そういった回収スモーカーにしてたわけですよね。なのでまあ、あのコマで言ったことがまあ全てだとは思うんですよ。やっぱ自分なりに考えて、自分なりの正義を貫いて、今の結果、今の行動、そこなんだろうなとはやっぱ思うじゃないですか。なんだけども、じゃあその具体的にクザン、あなたが思っている目的は何なんですかってとこですよね。いくら自分なりのやるべきこと、目的があったとはいえ、海軍の当時の仲間である組織に対して、そして恩人であるガープに対して、そこにまで攻撃するというところまで至ってるわけじゃないですか。これは相当なものがないとお前ガープさん納得しないんじゃないかっていうとこですよね。すごいなんか今週のプリンスグルスみたいな、ガープさん大好きみたいになってますけど。なのでクザンが考える目的ですね、何のために動いてるのか、そのあたりちょっと深掘りましょう。まずやはりですね、このワードがすごい大事だなと思うのが、今週描かれたティーチのセリフの、先ほども話しましたが、海賊っていうのは利害が一致してりゃいいのさというセリフですよね。なんだかこのセリフはね、やはりルフィとね対比してるように見えますよね。ルフィっていうのは利害関係なしに一緒にいたいから仲間と一緒にいる、ただティーチに関してはそういうことじゃない、仲良しだから一緒にいるわけじゃなくて、利害が一致してるから一緒にいる。なんだかこのねルフィと黒ひげの対比も見えたような今週の描かれ方だったわけなんですが、じゃあその最も海賊らしいティーチの、利害が一致してりゃいいという部分の利害とは何なのかってことですよね。クザンはティーチに加担したっていうことは、ティーチとクザンの利害が一致したわけじゃないですか。つまり黒ひげの目標、目的、夢、
そこにクザンの目標、目的、考えてることっていうのがリンクしてるからこそ今加担してるってことですよね。となってくると、その黒ひげの利害、黒ひげにとっての何が利点で何が害なのか、そこをちょっと考えれば少し見えてくるものがありそうですよね。なのでちょっとまず黒ひげの利害、それについてちょっと考えたいと思います。黒ひげにとってでは利益とは何なのかっていうところですよね。まず黒ひげっていうのは、まあ、海賊を目指してるわけですよ。で、前回ですね、描かれたこととして、黒ひげは黒ひげ王国を作りたいと言ってたわけですよね。世界政府に認められるような王国を作りたいと言っていました。で、順序が正直まだ見えてこない部分ありますよね。王国作った上で海賊王になる、つまりラフテルに行きたいのか、ラフテル行った上で海賊の王国を作りたいのか、はたまた平行なのか、はたまたそれより上の夢の果てがあるのか、そのあたりっていうのはまだ確定ではないんですが、ぼんやりと黒ひげのやりたいこととしてはありますよね。で、黒ひげっていうのはロックスの後を追っているような描写が多々あるじゃないですか。で、ロックスの野望っていうのは世界の王になることですよね。で、おそらくティーチも王国だけじゃなくて、ロックスの野望である世界の王、つまり世界を牛耳るような夢の果てを持ってそうですよね。なので、ティーチの野望、ティーチの目的、利点っていうのは、その計画をプラスに持っていけることですよね。利益っていうのは。で、じゃあそれをどうやったら成し得るかっていうと、やはり強い仲間を手に入れることだとは思うんですよ。だからこそのレベル6に潜入したりだとか、今こういった形でとにかく強い面々を集めたりだとか、プラスで能力者狩り、とにかく強い能力を集めている、全てがこの自分の野望に対してプラスになることですもんね。なのでそうなると、ティーチにとっての利点っていうのは、青木地が仲間になることっていう時点でもう利益ありますもんね。なのでティーチとしては、もう青木地さえ仲間になりゃ、今の現時点で青木地との利害は一致すると思うんですよ。もちろんプラスで世界政府の情報を握ってるだとか、自分が王になるためには世界政府所属していた、しかも大将なんていう機密情報も仕入れているであろう人物が自分の身内にいるっていうのはとても利点ありますもんね。プラスでティーチがもし王国以上、王国を作った上で、かつ世界を牛耳ろうと、例えばですけどマリージョアとかまで支配しようとするのであれば、天竜人の直属の部下になっていた大将、そのクザンが仲間になるってことはめちゃめちゃ利点ですよね。ではクザンにとっての利点ですよね。今黒ひげがやろうとしていること、それに対する利点、それとリンクする部分があるとしたら、やはり僕が今現状で思い浮かぶのがポーネグリフ関連なのかなとやっぱ思うんですよね。クザンっていうのは、今週読んでも分かる通り、現在もサウロのことを親友って言ってるわけですよね。ポーネグリフか、いい思い出はね、もし大原でそんなに赤い目立つ石を見たら忘れねえ。俺が覚えてるのは、政府に歯向かう親友と俺に運命を握られた悲しそうな少女の命だけだと。これが現在から1年前なので、21年経ってもサウロのことをずっと親友と思ってるわけですよね。で、現状だとサウロが生きてるかどうかっていうのは青木氏知らなそうじゃないですか。で、かつ小原を滅ぼしたことを自身でまだ悔いてるような感じがしますよね、このクザンって。だからこそロビンの行く末、ロビンがどうやった未来を、小原の意志を継いだロビンが世界をどう変えるのか、そういったものをずっと見守り続けてるわけですよね、遠くから。だからこそ小原はまだ滅んじゃいねえとね言ったように、小原の意志、そして小原に対する贖罪をしたいような、なんだかそういった印象を個人的にクザンは受けるんですよね。となると、ロビンの行く末、そしてポーネグリフを研究していた小原、そこに対する贖罪も込めて、自身で小原が成し得なかったことを自身でも探ろうとしてるんじゃないのかなと、個人的にはそういった印象をクザンに受けるんですよね。なので、例えばポーネグリフを探しているとか、なんだかそういった情報を追っている、小原がやりたかったことを追っているんだったとしたら、黒ひげと一緒にいればポーネグリフの情報っていうのは入ってきそうですもんね。なのでクザンとしては、小原の罪滅ぼし、そういったものがやりたいことの目的の一つにあるんだとしたら、確かに黒ひげと手を組むことはお互い利点がありますもんね。で、やはりそこの根幹にあるのは、やはりサウロへの思いなのかなと。自分が親友を手にかけるって、いや、なかなかメンタル的には来るものじゃないですか。なので今のところ分かってる情報からだと、そこがやっぱりクザンの目的の一つではあるのかなと思いますよね。もちろん他にもね、目的あるかもしれないし、まだね、見えてこない部分もありますけど、仮に妄想でね、もうちょっと大きい目的を挙げるんだとしたら、妄想ですけれど、例えば黒ひげが、まあ、王国を作りたいで、多分世界の王になりたいわけじゃないですか。なのでそれって結局は現在の世界政府を塗り替える形になりますよね。今ある世界政府の支配で、その元に海軍っていうのは所属してたわけじゃないですか。だからそれもそれで平和なんだけど、結果的に小原のような犠牲を見てきたわけじゃないですか、クザンっていうのは。だからその世界政府がひっくり返って、ティーチが作る世界、それがうまくいけば、
現状の当時所属していた世界政府を脱却して新たな政府を作る、そこに所属することにもなりそうですもんね。なのでそっちにかけてるのかなっていうのもちょっと感じますよね。もう今のは全然その本編にね根拠とかはないんですけど、僕が思う妄想ですけど、だからこそそういった意味でこの世界の未来を黒ひげにかけてんのかな。現状力もあるし、やってのけそうじゃないですか。世界政府を崩しそうじゃないですか。そういった意味でもしクザンが現状世界政府ちょっとダメだと、だからこそ抜けてるわけでね、杯が一番上に立つような海軍じゃダメだと、そういった意味合いも込めて今現状抜けているんだとしたら、自身が成し得ようとしているそこと、ティーチがやろうとしている夢、なんだかそこが繋がりそうではありますよね。では今のが利点の話をしたんですけど、では害はどうなのかですよね。まあ利害と言ってるので、お互いの害になる存在っていうのがやはり海軍ですよね。まあクザはもう海軍から追われているわけで、結果的にもしね今の海軍の体制を壊そうとしているのであれば、現状黒ひげとしてもめちゃめちゃメリットありますもんね。黒ひげはもう海軍に追われてるわけで、でしかもその海軍の動きとかもある程度頭に入っている青記事、めちゃめちゃ利点ですもんね。なので海軍とか他の海賊とか、それが結果的には害ですよね、今黒ひげとクザにとって。もちろん黒ひげ海賊に入る前にクザンが海軍に追われてるかどうかっていうのは分かんないんですけど、ただお互いにとって今現状そこは害ですから、お互いにとって敵ですからね。なので害に関してもそこ一致する部分があるかなと。というわけで、まあ黒ひげとクザンの利害、その一致から考える、まあクザンの目的ですよね。もちろんまだ確定ではないですし、ちょっとね後半妄想の部分もありましたけど、なんだかそういったこともあんのかなとはちょっと思いますよね。まあただそうするとちょっとゼファーに似るは似るんですけどね。ゼファーもね結局お前ら全部やり直しだという形でね、その世界に対してね牙を剥いたわけですから、ただそこと一緒になるのかどうかっていうのも気になるところではありますよね。他にももちろん目的あると思いますから、またちょっと今後クザンの情報待ちですね。で今のがティーチとクザンの利害の一致から見るクザンの目的だったんですけど、また全然関係ない、これもちょっと妄想なんですけど、ここでの目的の一致、これもあんのかなってちょっと思った部分がありまして、というのも全然妄想ですよ、関係ないかもしれません。ティーチは体の構造が異様だと、でシャンクスとバギーが当時ねロジャー海賊団 VS 白ヨゲ海賊団の時に遠目からティーチの話をしてたわけじゃないですか。ティーチは一回も寝たことがねえと、つまり睡眠に関する何か秘密がありそうなんですよね。一回も寝てないで夜寝れないから泣いているようなね、あの SBS の描写もあったりだとか、なんだか知んないですけど、そういった意味の体の構造の異形がありそうなんですよね。ではクザンどうでしたか。これ僕ちょっと読み返してて、あれこれ関係あんのかなって思ったのが、34巻でロングリングロングランドでルフィたち麦わらの一味と青生地が会ったとこあったじゃないですか。でそこでクザンっていうのは立ったまま寝たりだとか、常にアイマスクしたりだとか、なんだか睡眠に関するね描写っていうのがちょこちょこあるわけですよ。でここの描写ですね、いやトンジットが海を渡れなくて困ってるよという、そういった話があった時に、あんたはん？俺は睡眠が浅くてね、話し合うこと頭に入ってる、すぐに移住の準備をしなさいっていう描写があるんですよね。俺は睡眠が浅いと言ってるんですよね。なのでもしかするとクザンもなんだかその睡眠に関する話がワンチャンあるのかなっていう話ですね。これどう思います？まあただそんな関係ないと思うんですけど、ワンチャンもしかしてその睡眠でリンクしてるパターンね、これだったらおもろいですけどね。どういうこととはなるけど、クザンが実はなんかねそのティーチにも関係してるような種族とかね、例えばですけど、まだねティーチのその体の構造が異様ってる部分がまだまだ全然わからない部分があるので、ちょっと情報待ちではあるんですけど、ワンチャンここもね数パーセント睡眠つながりがあるかなっていう話ですね。あったらおもろいなこれねマジでってなるけどね。では次のテーマいきましょう。クザンの強さですね。クザン実質黒ひげ海賊団のもうナンバー2か3じゃねって話ですね。現状黒ひげ海賊団っていうのは提督のティーチで、そしてその次ナンバー2が紫龍なんですよね。これっていうのは小田さんが描かれたナンバー2がみんな合わさったイラストから、まあ黒ひげ海賊団のナンバー2、そこは紫龍なんだなと今のところ我々は思ってるわけですよね。でそこにクザンが入った時にクザンどんぐらい強いんじゃって話ですよね。クザンっていうのは元海軍大将でめちゃめちゃ強いわけじゃないですか。実際元帥の杯と、まあ、タメ張るぐらい、結果的には負けてますけどめちゃめちゃ強いわけですよね。じゃあ歴代の歴史からも名を消されたようなレベル6の猛者たち、その猛者たちっていうのが黒ひげ海賊団の今現状船長をやってるわけですよね。何人もそこと比べてどんぐらい強いのって話なんですよね。でそれが今週読んだ段階で結構わかりましたよね。黒ひげ海賊団の面々をパキーンと一斉に凍らしてたわけじゃないですか。でそこで凍らされた人物たちっていうのを挙げると、サンファンウルフ、毒球ストロンガー、そしてバスコショット、この3人は凍らされてるんですよね今週で。プラスでその後ラフィットの耳打ちで激怒したクザンがまた凍らしたわけですよ。そこでアバロピサロ、そしてもう一回バスコショット凍らされてるんですよね
なので少なくともクザンっていうのはウルフ、ドクキュー、ストロンガー、バスコショット、ピサロ、ヨカは強そうなんですよね。でなんならたまたまこのメンバーだけだったかもしれないんですけど、多分他のメンバーも全然凍らされそうじゃないですか。なんならバスコショット1日2回ですからね。1日2回氷漬けなんてことあります？パキーンなりました、で氷溶いてもらいました、トップ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 って笑ってガヤガヤ飲んでます、その後パキーン。1日2回アイスタイム、1日1回でもきついのに1日1回までにしてあげて。クザンさんかわいそう、ちょっとバスコショットや、ちょっとここ笑っちゃったけど、まあなのでめちゃめちゃ強いと思うんですよね。現状もう半分以上の強さはありそうだし、プラスでティーチが今回結構焦ってたわけじゃないですか。めちゃめちゃ怒ったクザンに対して、悪かった、仲間がバカなことを言い出しやがって、俺はそんなつもりはねえよ、むしろみたいな、めっちゃ顔に汗かいてクザンが怒ったことに対して焦ってるわけですよね。なのでまあティーチから見てもやはり現状、1年前のティーチから見てもクザンは相当な強さってことじゃないですか。ってなるとやっぱもう現状ナンバー2かナンバー3ぐらいだと思うんですよね、クザンね。なのでそうなってくるとまた麦わらの一味との対戦カード、これ変わってくるんじゃないですかって話ですよね。前回救済の時に挙げたのにもう速攻で入れ替わりそうです、私の予想。またもうちょっと情報来たらね、まあ黒ひげ海賊団 VS 麦わらの一味、もし対戦するとしたらこのメンバーなんじゃないかっていうところまたね今後取りたいと思います。もうクザンが確定したんでね。なんならヤマトがねやっぱここで急上昇してきましたよね。ヤマトも間接的にそのエースと共にね夢の果てをね、ルフィの夢の果てを聞いてるわけじゃないですか。なのでヤマトは正直微妙なラインかなとも思ってたんですけど、氷対決でねヤマト VS クザンっていう意味でヤマトがね麦わらの一味と一緒に旅をするみたいになったらあるかなともちょっと思っちゃいましたね。はい、今日はここまででございます。ちょっとまだね話足りない部分、そのクザンとガープの話とか、もうハートの海賊団の話とかね、ちょっと今週まだね話しきれてないので、また来週ですね、ジャンプ自体が来週ないのでそのあたりでまた動画撮っていきたいと思いますんで、ぜひねよかったらチャンネル登録してその動画もお待ちください。そして高評価よかったらお願いします。いつも皆さんありがとう、今日もよろしく。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。明日も楽しもう。またねー。クザン信じてるぞ。前向いて1,2,3,4あって1,2,3全力で真っ直ぐ